ジャンサク TV をご覧の皆様、こんばんは。日本ブロマージャン連盟関西本部がお送りします。本日は激アツロンスリーチバトルペアマッチとなっております。今日はですね、女性4人、この映ってる4人とで、後から出てくるんですけど、関西本部所属の男性プロと、ペアになって、トンプー戦と最後はハンちゃん1回の勝負となっております。ペアがまだ決まってないので、こちらちょっと見えますかね、リャンピンとかイーピン、リャンピン、サンピン、スーピン、この札を取っていただいて、で後から出てくる男性もこちらの札を取っていただいて、ペアが決まるシステムとなっております。私は一番最後に引こうと思ってますので、順番に自己紹介してもらってから引いてもらうと思います。自己紹介どうぞ。はい、日本プロマージャン連盟関西本部、音羽奈緒です。よろしくお願いします。なんかご報告ありますか？ご報告なんか最近のとか、なんかちょろっと何かご報告、ご報告っていうか、まあ告知とか、特に、はい、試合とかはなかったので報告はないんですけど、まあ、今年ももうすぐしたら女流王冠が始まるので、まあ去年は C ですか、残留できたので、今年は B に上がれるように上を見て戦って、で関西リーグもまあ、前期は惜しかったので3位ですか、で、まあ、ちょっと上がり損ねたというか、ギリギリで上がれなかったので、まあ、A を目指して頑張りたいと思いますので、まあ、はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、一番初めに引いてもらいと思います。どれしよう、どれしよう、ババ抜きみたいですね。そうですね、ババはないけど、ババはない、はい、はい、何でしょう。3番、3ピン引いた。3ピン、ね、今日ちょっとこのホワイトボードの方に名前書いてますんで、そちら、なおちゃん自分のところに3ピンを貼ってください。ここ、はい、はい、じゃあ次自己紹介どうぞ。はい、日本プロ麻雀連盟、関西本部所属の高田美瑠です。今日は頑張るのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何か最近ありました、いいこととか。いいこと、今年はこんなん頑張りたいとか、今期か今年 C3 リーグからまた始まるんですけど、頑張って昇格したいと。昇級関西本部ね、はい、C3 C3 なんですね、はい、C3 3月1日に初節、あ、そうだね、大節が、はい、C リーグはあるんですね、頑張りたいと思います。はい、はい、じゃあ今年頑張ってください。はい、はい、お願いします。お願いします。そしたらまた、はい、これ引いてください。ほい、スーピン、はい、じゃあなおちゃんもちょっと貼ってあげて、スーピン、はいはいはい、3、4、スーピン、はい、じゃあ自己紹介お願いします。日本プロマージャン連盟関西本部所属の遠根梨沙です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、なんと、まあ、これが言いたかったまでの、まあ、前振りまであったけどご報告ありますね。はい、どうぞ。ありますと、2020年度の最強戦がある西日本代表に選んでいただくことになって、1年間活動させていただくことになりました。はい、頑張ってください。すごい、頑張ります。まあ、先輩がいてるんでね、一人ね、最強戦がある先輩いてるんで、またね、何か、はい、教えてもらいながら頑張ります。はい、なので1年間皆さんぜひ応援してあげてください。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、あと2枚しかない、イーピンとリャンピンの、イーピンとリャンピン、はい、リャンピン、一品ですか。何やねん、何やねん、一品で貼ってあげてください。はい、はい、大丈夫。はい、じゃあ私一応挨拶しておきます。はい、日本プロ麻雀連盟関西本部所属、稲岡美香です。よろしくお願いします。というわけで私が2品となっております。うい、はい、はい、じゃあ女性軍はこれで振り分け決まりましたので、抽選終わったので、次は、関西本部男性プロをお呼びして抽選を行いたいと思います。こちらに来ていただいてよろしいでしょうか。来ない来ない、来ない。ここにいていいんですか。いいんですか。女性どうします、いいですか、このまま後ろでしてもらっていいんですかね。いいですよ。はい、じゃあ私は打ちますね。はい、じゃあ今日は男性プロの4人となっております。こちらから自己紹介お願いします。はい、日本プロ麻雀連盟関西本部所属、山中翼です。よろしくお願いします。
手短に、じゃあなんか報告、あ、あるやん、報告。何報告ある？手短に、どうぞ。忘れてた、今日誕生日です。はい、ありがとうございます。32歳やばいよな。今日ちょっと言ってたんですけど、32歳なんですよね。昨日すごい人をちょっと仲間にしちゃったんで、まあ、今日は勝ちますよね多分。プロ何年目だったんですか。今年で多分12年目ぐらいになった。11年も過ぎちゃったはず。面白いなっております。はい、そんな山中プロ、本日誕生日の山中プロから聞いてください。これやじゃん。三品。三品。三品だね。はーい。でこれね。か。三品を引き合ってたんですよね。引き合ってた。三品。一番に三品だから一緒に。はい。じゃあ次自己紹介、はい、お願いします。はい、日本プロ麻雀連盟関西本部の幹事です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ近況報告かなんか。まあとりあえず今週の日曜日に覇王の決勝が。あ、そうや。あります。はい、はい、関西本部がやってる、まあ、連盟でいう縦断戦みたいなトーナメント戦の決勝が今週の日曜日にございます。はい、ですね、決勝。まあ、去年、そうですね、去年も決勝にいましたけど、今年も決勝に残れたんで。はい、やる気十分。ちょっと佐々木プロのね、2冠だけは阻止したいな。はい、一応対戦者メンバーだけでも告知、はい、してもらったら。誰ですかね。まあ、僕とあと佐々木プロ、高谷プロ、うん、あとは、三好プロですね。そうですね、はい、はい、関西佐々木君勝ったら2回ね。そう、だからそれだけはぜひ阻止したい。大好意取ったんでね。僕1回やってるからもう言いたい。すいません、持ち上げずに申し訳ございません。本部長強い、言いたい。まだ、あ、間違いないですね、はい、今週にちょっと頑張ってください。はい、はい、じゃあ行きます。真ん中。真ん中は2番リャンピン。おー、私じゃん。イエーイ。いやいや、引いてくれると思いました。リャンピン、私ですね。じゃあ館長さんと私ですね。はい、じゃあ次は、はい、あ、ご紹介どうぞ。お願いします。日本プロ麻雀連盟関西本部所属、城祐介です。よろしくお願いします。はい、なんか報告はありますか。決定戦負けましたから。いや、そうやな。なんもないんですけど、また一から出直してるんで、そうです、ね、お願いします。はい、まあね、あの決定戦、大好意決定戦にね、決勝まで残ってたジョー君。二人来てるもんね、決勝残ってた。あ、そうです、ね、私ですね。私はもう大敗戦なんですけども、まあね、また来季もっていうか今季か、また頑張ってね。はい、はい、私も決勝目指します。ですからなんで。そうですね、はい、Aリーグは2月なんで、頑張りましょうね。頑張りましょう。はい、じゃあ引いてもらいます。いきます。はい。いいピンですね。いいピン君、お願いします。あ、よろしくお願いします。トモネさん、はい、ノリノリのところに入ったので。はい、じゃあ最後自己紹介をお願いします。はい、日本プロ麻雀連盟。なんでか。ちょっともう一回やらしまっていいですか。いや、日本いつもそこやから。あ、なるほど。お前は若手みたいでしょ。日本プロ麻雀連盟関西本部、15期生、永遠の18歳。はい、よろしくお願いします。何かご報告とか。特にないですね、もう負け続けるんでね。今期の意気込みとか何か。今期、あ、まあやっぱりそれもね、決勝残って、ね、大好意決定戦ですね。そうね、これ頑張ります、はい、まあちょっと言えない話もね、ちょっとあるんでね、その辺もちょっと頑張りたいんでね。何それ。分からんし。それもいろいろと、いろいろ関西プロジェクトが進んでるんで。あ、なるほど、ね、それはもうね、うん、横山本部長の楽しみにね、しておいてください。腕にかかってますね、いろいろこういう配信見てね、ちょっと報告はあるかもしれないんで、ぜひ配信もチェックお願いします。ということで、最後一枚どうぞ。引くんですか。一応引いてもらって。ちゃうの出てくるかもしれない。赤ウーピンが一人やね。ウーピンやったら一人です。はい、スーピンです。ということで、スーピンは高田さんチームですね。一緒だ。何のどういうあれで。ということでね、はい、じゃあこれでペアは決定しましたね。ちょっと待ってね、はい、で1回戦はちょっと後で表を出すんですけども、はい、やっぱり1回戦打つのがね、はい、1回戦は東根さん、おいで、稲岡さんのペアは誰ですか。勘定プロです。勘定さんで、音羽さんで、高田さんのペアの僕っていうね、はい、が1回戦打ちます。はい、1回戦、ね、トンプー戦になってまして、トンプーを、2セット今言ったメンバーでやりますね。で、その次またトンプー2セット、今言われてなかったメンバーが、2回目に出てくるっていう感じですね。
はい、ということでとりあえず、対局場の準備があるので一旦いいですかね CM で大丈夫ですか打つ人だけとりあえず行きましょうか、はい、あそうですね、はい、じゃあ、はい、今呼ばれた打つメンバー、はい、なんかやらかしたらすいません音羽、さん、トーネさん、音ちゃん、イエーイ勘定さん、うん、よ小山さん勝ったわ、うん、いやな、そうやなここはあ、みんなここ座っていいよ遠くに行くの遠くに行くのじゃあとりあえずこうか、こうですか対局場にえあんまり手がないあとはここで座って解説のそう一旦ね、多分ちょっと準備があるので CM になるとは思うんですがそうですねいや、一問トークで行って行っわかりました、はい、トーク力を見せましょうかじゃあ見せてくれますかそうやな、バースデートーク見せるはい何もないですねなんでやねん誕生日やのにあ、なるほどねあ、そうですねもうすぐバレンタインですけどまあなんかフライングチョコとかもらいましたまだかな今日12日ですもんねもらいましたこれ私、ちょっと待ってそういうつもりじゃないねんごめんちょっと待ってそういうつもりじゃないねん、はい、もらいましたねいただきました、はい、ごめんなからチョコレートをいただきましたそう、関西はプロアマリーグをしてるんですけどもプロアマリーグのちょうどマスターズの方をやってる、WRC ルールでやってる時の最終節がね2月に大体まああるんですよねで2月の時に私皆さんに参加者の皆さんにちょっとしたチョコレートを毎年なんやわしだけちゃうんかい毎年プレゼントしてるんですけどでもすごいですよこれをもうすごい人数やからねもう40何人おるからねお40何人全部40何人みんなにそうもう女性の方もでも参加してくださってる方は皆さんにねまあ、ちょっとフライング、大体まあフライングなんですけど第2日曜日なんでね、フライングなんですけど本命はどうだったんですか本命はどうやったんですか本命は、誰かいるいる、もらえておるもらえておらんという噂しかない高田プロとか本命は今年はめっちゃぶっこめやんあ、大事な女流やで関西本部所属これ関西トーク力かな思ってなるほどなるほどまあまあねでもそういう年そういうね近づいてますからね12日なんであと2日ドキドキするなもらえるかドキドキいやそれよりもまず誕生日プレゼントもらえるかどうかですよねもうあと数時間で終わりやけどな、ね、でももらってないのもらったちょっとはもらったちょっとはもらった。まあ、いや、それはもう嬉しいことやで、誕生日。まあ、誕生日、ちなみに一応聞いとくわ。あ、一応聞かれる一応聞いとくわ。膨らむかどうかわからんけど、聞いとくわ。誕生日はね、一応ね、11月の29日で、まあ、言いにくやん。バリ覚えやすいやん。膨らんだな。これみんな、これはみんな覚えたんちゃうさすがに。言いにくあげてください。言いにく。もう十分ついてるからいらんまであるけどな俺に起こせたやつよ私ちなみにジョー君と同期なんですけど、はい、次から7年目プロ7年目なんですけど、まあ、ジョー君入ってきた頃はとても細かったんですよ細かったよね細かった今のプラス20キロぐらいされてますからね、はい、それぐらい多分あるんちゃうかな結構、まあ、ガリガリとは言わんけどまあまあ細かったんで、まあ、まあ年々ついてるねやばいですね誕生日を超えるたびに来てるわけね。そのイメージあるわ。20キロすごいな。20キロはすごい。20キロすごい。じゃあ高田さんの誕生日も一応言っときましょうか。1月8日で終わっとるやないか。今ってことは僕は旬でいいってことですね。いや旬やな。私も8月やから全然遠いから。僕は旬やな。さっき8月言うと思った。いやそう私は8月やねんけどな。なんで横山さんがこの日を選んだかでも僕に勝たせるためにな。なちょで今日誰やっけ誰と？オートハはい勝ちましたもんすみませんけども。みんな言うやん。勝ちますね今日は。これで負けたらもうちょっと帰りますね。どうする？負けたらどうする？あれもしかしてもう始まってます？嘘やろ？CM なしかい、うん、始まってますごめんなさいじゃあ、対局の方いってるかな、ねはい、トンプ2回やりますねはいじゃあちーちゃが勘定なんちゃがトーネシャーちゃが横山、ねはい、ペーちゃが音羽の並びドラは初です
トンプー戦って私あんまり得意じゃないんですけど、なんかコツあります？コツっていうか、コツ、僕トンプー戦のばっかり打ってるんですけど、はい、ロンロンで、はい、やっぱ泣きますよね。うん、スピードもうトップとかあんまり気にしないですね。え、もうかに、もうなんかハネマンとか引かれちゃうと、あ、2着シフトとか、なるほどなるほど、ラス引かないシフトに変えてく方がやっぱなんか成績は残りやすい感じが、あんまり無理に狙わずに。そうですね、最初の頃はね、狙ってたんですけどね、ボコボコになるイメージがあるんですよね。確かに、すごい。でもそれは結構いい情報を聞きました。今日でも一応トップ偉いのは偉いんでしょ、丘あるもんね。そうですね、プラス40、プラス20ってなってるんで、着順をちょっと意識した方がまだあれかなと思いますね。まあ僕のところは音波はトップ取ってくれるんで。取ってくれるのかよ。ラス親有利ですからね。いや言うてでも、まあ人のところ言うのはあれけど、横山さんの手がすごい良かったと思う。早そうですね。でも皆さんは、流派1枚ずつ持ってますので、ちょっとそれがどうなるか、ね、ほらここ持ってないもん、横山さんだけ持ってないもん。いやいやもうね、トンプーセまで切っちゃったらいいんですよ、こんな流派をもう切っちゃったらいいんですよ。今の初代ぐらいの勢いありましたけど。いや本当に、いやでも、あ、赤がね今日はあるんですよ。赤灰ありますね、やっぱり、その遠根の手とかも持ち損じゃないですけど、あ、はい、流派、流派を、はいはいはい、もうなんかブクブクにして切っちゃった方がいいぐらいまであります、ね、リーチ強いみたいな感じもありますか。そうですね、リーチは強い、リーチは結構強いですよね。宝珠がやっぱり結構しんどいですよね。だから、うんうんうん、まあ泣かれる分はいいと、泣かれてから考えようかなっていう、はい、横山チュンをポンしてテンパイ、すいません、スチーピのテンパイが入りましたね。テンパイ、これでも流派をぶつけにくいですもんね、こうされた時に。まあそうですね、確かに確かに。このスチーピンちょっと薄いですね。ほんまやん、誰かアンコウで持ってるやん、誰誰、スチーピンがアンコウ、スーピン2枚、マックス2枚。これテンパイは、あ、来た来た、勘定プロが今ほらな、ちょ、フリテンやないか、ちょっと待ってごめんな、フリテンやわ、はい、初段のいいソロプレーだったわ、これは痛いですね。ちょっとめっちゃ笑ってもらった、ちょっとかこれ顔顔顔追っかけられた時の顔ってなってるでしょうね。いやでも、でも言うて三面ちゃんなんで、言うて三面ちゃん、うっぱそう対スッチーピン対、あ、これ折りましたね。いや本一、本一もう、まあ、追いついた、ね、なるほどなるほど、どうなるか、どうなるか。いやいや、今年の最強戦ガールはやってくれるかもしれへんよ、ね、あ、音羽が回収、回収した。さあ、これトーネプロがうっぱそう上がってくれたら僕は嬉しいんですけどね。確かに、ドラは1枚ずつですね、あの5は1枚ずつありますね、はい、あ、ここまで当たる、ローンとは言われない、言われないね。あの切る、何を切る、イースは確かに切りやすいかな。親にはやっぱり放獣したくなくて、パーマン、パーマン、やっぱりそうだ、強い、強いな、これリーズモタンヤオドライチ、赤が1枚ですね、リーズモタンヤ赤、はい、2戦4戦ですね。そうそう、これでこれはありがたい、2戦4戦で勘定プロがちょっと苦しくなるんですよね。これで5000点へこむと、これって2戦3球じゃなくていいん、論点2戦4戦のはずだよ、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 2戦残酷だったっけ、ロンツーって2戦3球じゃない、2戦残酷な気がするね、ちょっと止めた方がいいんちゃう、2戦残酷な気がするな。ちょっとい向こう行って、あの、いや対局は進めといてもらっていいんですけど、ちょっと確認しますね、ちょっと待ってくださいね。多分私、あ、ちょっと止めてくれてるかもしれないです。23,900ってリーチバトルは違うんかな、ちょっと確認しますね。あ、対局は進んでますね。はい、トン2局です。親はトーネ、ドラはウーソーです。多分ね、あのリーチバトルじゃない方はあの切り上げじゃないはずなんですよ。私ちょっとなんかリーチバトルを私はちょっとあまり打たないので、ちょっと一応確認しとこうかなと思っております。対局進んでるんでね、多分2戦4戦で良かったんじゃないかなと思いますが、すいません。手配はどうでしょうか、誰が、あ、マンズがちょっと元葉さん多い形、感情はソーズで一メンツ、トーネさんも一面つと両面二つ、結構いいですね。
これまだ音はプロか、まあ、これ染め手に走るかどうかですね、本当に。そうですね、結構結構いいね。プロも結構早そうなんで、これで今どっちでヘッドを作るかですね、うん、で嘘2枚持ってるんでね、親のトーネさん、この嘘をヘッドに、そう多分まあ大体、あでも想像したがね、これはこれも逃走けど、まあ、今回あれですね、なんか皆さん見た感じハイパーちょっと良さそうです、うん、まとまってる感じ、ダメだ調べれない、なるほど、調べない、Bルールなのかな、Bルールだと2000ザンクになる、2004戦だから、うん、あじゃあまあ2004戦なんでしょうね、うん、ここで差し子の3色のイーシャンテン、横山プロ、高田さんはいてるんですよ、あの、はい、寝てるわけではないんですよ、ちゃんといてるんですよ、いてますね、はい、リーチ、わー、カンちゃん引いた、差し子、差し子ちゃん、差し子、差し子です、私のチーム3色分かれんけどな、あ、3色分かれん、ドライチンが今確定してるとこですね、高め3層けど、3層が音羽プロに2枚、上がってほしい、積もったら3,000-6,000、上がってほしい、はい、頼む、積もらん取ってほしいな、リーチ赤ドラやで、5-2確定やで、5-2は確定、あリーチ赤ドラか、あそうか、うん、赤はやっぱりあれ、来た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 、見て見て見て、私の感情さん見て、リーズも3色赤ドラ裏ハネマンですね、3,000-6,000、やっぱやってくれるな、やっぱりな、ちゃうな、やっとるな、やってくれてる、さすが本部長、え、なんで本部長上がったん、本部長上がったちゃうで、勘定さんやで、やっとるな、やってるよ、もうだって決勝に残ろうとこやからな、はあ、いや今週ね、覇王覇王めちゃめちゃ残ってる、多分取ってるしね、うん、はよ覇王強いわ、覇王強い、さあもう半分終わってますからね、トーン3曲、はい、ドラは3ピン、私の感情ってね、もうね、やめてほしいですよね、私の感情やろこれ、ちょっと実は私の感情さんにあげてるんちゃいますかね私の感情さんに2件コメント来てますからねめっちゃみんな感情さん、感情さんが好きか私が好きかどっちかやで、これこのコメント、私の感情さんやろこれは、感情さんっていう、いやいや、もうだってチーム稲岡やからな、あ、そういえば僕も今日チョコレートもらったし、ま、たかもしれへんし本命じゃないってこと言っとこうらしいです、じゃあさ、手配どうでしょうか、ちょっと今フライターになっても言えないですね、なんでそんなのドラが3品ですね、イーシャンテンですけどね、まあまあチートイツのね、ちょっとあれやけど、まあまあ、チーマン切りとかでもよかったかなっていう、あ、さっきの音羽さんの手配かな、うん、1万から打っといて、うんうん、まあ、3ピンとか引いたらまあ数万打ったりとか、こういうのでね、数万打っといたら、一応 E 万の引っ掛けみたいなの先に作れて、うんうん、3層はちょっと浮かして、1枚浮かしてる感じかな、ちょっと親のこれね、ここ横山さんは単野に向かっていきましたね、なんといつ落としして、そう、でもね、トンプー先生ゆっくり手つくと場合じゃないんですよ、ね、そうやな、スピーディーやもんな、これ僕打つとき絶対チーチーポンポン言おっと、あっ、おっと、よくこれまたテンパやんな、闇テン、ちょっと待って、何と何、スーソーとパーソーの闇テン、シャンポン、シャンポン1枚、スーソー2枚、バッタやて、そもそもですか、うん、バッタでテンパやって、スーソーパーソーカン、これはカン、これで、はい、リーチ、いやでも、ね、いけます、いや、いかんのちゃう、ちパーマンのアンガリーチするんじゃないかな、いや、しない、いやらしいな、俺も3色上がり返してやるぐらい思ってるね、多分ほんまに、あ、差し子かなるほどね、嘘を引いてのね、差し子上がられたから、差し子返しみたいな、差し子返し、え、で差し子やったろ、差し子返し、差し子返しです、何合ってるやん、差し子返しやん、あ、ちょっと待って、シンドラはリュウハです、ね、リュウハです、はい、差し子返し、差し子返し、リュウハ誰も持ってない、捨てまくってるもない、いや、ない、1枚だけ抱えてるのが勘定プロですね、あ、まあ、安牌もんね、リーチしたいですよね、横浜さんのってもう酸素引いたら振り手になるし、確かにリアス切ってるんでね、小さ2枚見えてるし、うん、
チーソー引いても困るしな。これで差し返し、差し返し。リーチ。アウト派の酸素が。嫌いやろ。嫌いやろ。今、イーソーも来たんで。はい、これドラッキーってリーチ。え、そんなんないって。コードから、オトハードだ、通るよ。それ聞こえんし。対局上、全く聞こえんし。酸素危ないから、そうしたら。酸素危ない、酸素。プラプラ酸素危ない。やめて。3ピンピンピンが酸素放流する。やめて、やめて。くっつくな。え、くっついていくかな。あ、オトハリーチ。これ、いや、いかんやろ。ドラは嫌いやろ。これは行くんじゃないですか。え、いかんやろ。これはちょっと行くと思いますよ。え、いかんやろ。これもな、キルハイがないかな。確かにキルハイない。はい、行きましたね。いたいた。すごい、男気あふれるな。見て、この顔。映ってんの、これ。そうや、やったね。映ってんの。あー、そそが1枚しかない。行ったれみたいな。でもめっちゃ緊張してるって言っとったんですけどね。いったったらええね、いったったら横浜さん掴んでください。お願いします。何やった？関数層。え、枚数は？枚数は1枚。あと1枚。あと1枚。サブ動作は。バニ1枚、テニ2枚。バニ2枚、テニ1枚だけ？え、何が数層？いや、テニ2枚。サブ動作も2枚。いや、じゃあ4枚。4枚対2枚。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。横浜さん、そのあたり4000発生まで見えるけど。もうやめてほしいね。あ、ちょっと奈緒ちゃん、ブクーってなってる。いや、危ない、危ない、危ない。もうチーマンはチーマンの数数えるちょっと。なんでチーマンの数数えるの？パンパンが乗らへんように。1枚。別に負けるとは思ってませんけどね。思ってるからさ。あ、よし、高め吸収。来た。高め吸収。あかん、あかん。つながるなよ。あかんぞ。1枚、2枚。チーマン山に。チーマンの数数えんでええじゃん。危ない危ない。チーマンチーマンってのさ、どうすんねん、俺ら。あ、なるほど。あ、そっか、バマン。惜しい。危ない。おもろい。どうなってる？あ、やっぱここはまだ全然、切る派ある？ある？いいピン、これ切りますね。ここも、ちょっと。いや、ここ、あ、まあ、一応いいシャンテン。開けませんよ。開けませんよ。開けませんよ、横山さん。いけるか。危ない。危ない。ちょ待って、横山さんって誰なん？私です。あ、みるちゃん。応援。あ、テンパイ。リーチやん。ちょ待って、なんでリーチやねん、お前。ローマギリーチ。いや、リーチなんかせえへん。ローマギリーチ。まあ、もう男の子じゃないなぁ。頼む、それで酸素掴んで放流してくれ。あそんなん言うか。リーチ？これ、危なやばいやばい、リーチアカーか、5000にやくて。1万2000万なんて。やばいやん、ほら、チーマンあったやん、ほんまに数える必要あったな。危ない、これ見ろさ。危ない。はい、オトハの上がり、リーチ赤かな？リーチアカーか。の5200点。はい、いい上がりですよ。3匹取ったもんな、リーチアカーかや。これは、これ上がれた理由は僕も応援ですよね。じゃあほんまにチーマン。ミルさん全然応援せえへんから。そうやね、ミルちゃん応援しがるとこですよ、ミルさん。そうやね。心の中で応援して。心の中も喋れや。声出して。今気にしたからね。声出してもお願いやから。全国のファンが声出してって言うてるから今。頼むから。いい手段じゃないか。さあ、トンプセなんでオーラスですね。はい、親はオトハ。上がりやめなのでトップ無常。トップそうですね。上がり止めなんですけど、テンパイトップの上がりやめはないんですよね。うんうんうん、あのテンパイ連チャン、あのテンパイが上げた時の。うん、連チャンとですね。ドラはリャンマン。ドラはリャンマン。さあ、あ、9万。はい。お、これは。ニサ足？いやいや、もうスワンコですからね。嘘やん。さっきの早く上がるとかさ、スピーディーな話どこ行ったん？スピーディーがいいんやろ。それは戦術もスピーディーに変えてかな。あ、ちょっとほらほれ3万切れ。222やん。音羽3万切っとけってもう。222やん。な。音羽3万や、3万も3万切って、タイヤを固定して。これ結構ね、トーネプロいいんすよ。多分。どこトーネプロ。ちょっと見して。いやもう。ここは良すぎてさ、ちょっと。いや、トーネプロの方がいいです。え？トーネプロの方がいい。これは。本当に？本当に。ほら。まあまあやな。まとまって、まとまって。頑張れ。ヤクヤク赤が見れるもんな。ヤオマネ。おお、ダメ、音。やばい、ちょっと待って。ドラの無駄遣いから。いやいや、あのハイパイで、ドラの無駄遣いやん。人なんて、もう手役派じゃないからね。ドラの無駄遣いってなかなか聞かへん、シャンポン出ましたね。はい。ポン。酸素切って、シャンポン。積もってまえ、音羽。やばいやばいやばい。これやばいやん。だって、リャンピンなんかも激アツやもんな。8000オール積もってまえ。スーピンポンそれとってな。
え、リャンマーあるん？あるリャンマーあんこやで。え、違う違う、リャンマーいらんねん、ごめん、何やった？リャンピンとリャンソーのどっちも残ってるな。リャンピン全ヤマ。え、違う、リャンソー1枚。リャンソー1枚。いやいや、もうリャンソー1枚はリャンピン全ヤマ。タンヤをトイトイ。あーやめて。でもスビン持ってるからな、ギリセーフじゃ。一応シャーシャーからシャーからですね、まずリーマンリャンマン切れへんから、まあ酸素にはなりそうで。え、怖っ。ちょ、これめっちゃ怖い。タンヤをトイトイ1,2,3インパチか積もったら4,000,8,000オーディア親番親番これ頑張れ頑張れ音ちゃん本当に石はこんだけ打点出ますか。いやほんまにそう、そんなんこれトンプード起きたあかんやつで。マンガンツもハネマンツも5に出上がりでもうさっきから私の感情出たけどもう呼び捨てしたからね、まあ、感情って切らんといてくれよみたいな。もう一番今危ないリャンピン持ってるからな。スーピンリャンピンっていくパターンあるからちょっとやめてな。トンプードちょっと降りてもいいんですけどね。降りひんよな、あかんかやったら。俺横山さんが豚乳絞ってるからこれ本当に。いや横山さん行けへんってことやろ。横山さんは多分行かないでしょうね。ここでだって何行くの。ローマかどなたで行った。カンって言え。行った行った行った。トーネがやっぱいいシャンテン、ね、いいシャンテン。もう持ってなかったもんな。もうあの仕掛けに対しては多分切れないですからね、トーンもリューファも。いやちょっと待って、これそうやんな、ダブトンやしな。トーネの手がちょっと、いやほんまにやめて。もうこれなんか筋とかそういうの、このウピ、あ、来た来た。トーネの皮筋トンリュー。トンリューは横山さん持ってんやろ。でバゼロの山に、あー、うっしゃー強っ。リューファー赤赤、あ、じゃあごめん、漫画やな。リューファー赤赤ドラやね。リューファー赤ドラ漫画です。8000点、すごい、はい、まさかのトーネプロトップです。すごい。てかトンプってこんなエキサイティングするの？あのごめん今から言うのないけど全然自信ないで。こんな打点ちょっと面白かったですね、このドンプー戦。めちゃめちゃ面白かった。一応はい言いますね、トップからトーネ、2着に感情、3着オトハ、4着が横山ですね、はい、の並びとなっております。はい、いや素晴らしいトーネプロ、これは。いやこれやばいよな。いや最後のね、このバック仕掛けるというトンプーらしさを見せてくれたなと思って。両面チーから入ってドライドライからね。あれウーマンから仕掛けてたら大したもんね。大したものでしたね。いやすごいよな。赤赤やったからウーピンポンカも入ってほしかったですけどね。いや、まあ、もちろんめちゃおもろいかったな今の。ちょっと私エキサイトとしたわ。いやもうめっちゃおもろかったわ。1000点2000点いっぱいがいやそうやで。いやいや、ま、いやしかもな、ちょっと言うのないけどな、まあまあ次のメンバーって小物やんか。小物バカにするの。だってさチャンタやろ。チャンタが一番高いから赤入ってた損失度は。そうだよ、チャンタの山中やからね。あ、ねこれトンプ同じメンバーで2セットしますので、はい、このまま続けてですね。あ、またまた音波、はい、開始しております。ちいちゃんもさっきからですね、さっきのまんま。はい、横山さん、あれ嘘、うん、感情やろちいちゃん。ちいちゃん感情、ちいちゃん感情、なんちゃとーね、シャーチャ横山、ペーチャ音波、ドラはキューピンです。そうそう、なんなん、楽しになっていたやん。いやめっちゃおもろかったな今の。今のトンプはほんま面白かったですね。エキサイトしまくりやねんけど。方法トンプ戦の打ち方がちょっと変わりましたね。いやなんか革命的やわ。ちょっとドラキューピン、はい、じゃんじゃんコメントくださいね。じゃんじゃんコメント。これは俺の感情を取るなやっていう。誰よ、絶対キングよ。そうそうなんですよね、多分キングが。誰が良さそうかな。これはね、ここがねちょっとやばいんですけど。どこがやばい？感情の手がメンホンチャンターとかメンホンチートイツみたいな。見て、ハクスルーしてるやん。もうそうなんですよ。1枚目をスルーするという。トンプー戦知ってるかな。何やでこれ。ほら音声よ。ほら見て、もうな、引き込んできたやん、ほら。やっぱりそのガチガチの高打点が出たんで意識はちょっとしてるんじゃないですか。意識してる。いやでもともとそうなん違うもん、タイプ的に分かれへんけど。感情さんってなんかあんまり軽い仕掛けしてるイメージないもんな、ね。まあ、トンプーも見たことないけど、あのやってるの多分ほぼ。あ、チートイ、いいシャンテン、はい、
友達さんぐらいもな、9ピン使えんの。他の人だって全然いらん形やもんな。だからドラなんていらないんですって、赤とかだな。いや、そんなんでも誰も赤持ってないしな、これ。赤なくなったんちゃう、この世から。これ誰も持ってないで。この世から赤は持ってることもないですよ。あ、そうな。あ、そうな。いや、でもないもんだって、一枚も。あ、おるわ、おるわ。あ、おった、横山さんが。ほっつんしてますね。はい、赤ぼっち。赤ぼっち。ちょっと色んなこと生まれてますね。三色会社から始まって。三色会社まあわかるやろ。赤ぼっちはどうなん。赤ぼっちです。赤ぼっち。赤ぼっち。赤ぼっちはちょっとあかんな。あかんな、ちょっと。どうする？これどうなんですか。赤もやっぱ切るべきなんですか。いや、赤ぼっちは率先して伸ばせて。中に寄せるもんな。そうそう、中に寄せやちゃんとマスターぐらいやろ。赤。じゃあ、おで切りますからね。で、おとかに怒られるんやろうな、第一だから、あかーってやったら。絶対怒られる。またちゃんとやってますわとか言われる。絶対。先切りっつって。先切り目立ってしょうがないやろうな。絶対立てないわ、次のメンバー。チートイツにね、コツはね、まあ、山読みとかなんでしょうけど。コメントですね、チートイツのコツありますかと。結構じゃあこの川だと酸素って結構おりそうなんですよね。あ、今の、うん、今日の今の川ですね。川だと、うん、確かに序盤にイーソイーソって打たれてウーソ打たれて一、うんうん、人は絶対に酸素持ってなくてみたいな、うんうん、そうそうそう、なんで酸素はすごいおりそうなんですけど、うんうん、感情プロがすごいな。ちょっと待って、感情プロすごいです。え、ちょっと待って、テンパってるやん。ちょっと待って、チートドロドロテンパってるって。ちょっと待って、はい、急走急走。いやいや、そんな感情はリャンウーマンメインホンテンパってない。あ、じゃあイーシャンテン。イーシャンテン。これはイーシャンテンなんですよ。イーシャンテンか。イーシャンテンやけど、ちょっと待って、急走短期あるで。ここここ。あ、これ。リーチ制のかい。何短期に変更。まあねえ、これ。あ、なん、ちょ何短期って何？何めちゃめちゃおるんじゃないのこれまた。え、じゃあ一枚、あ、じゃあ一枚持ってるって当然やった。ニヤマや。ニヤマ。ニヤマ、ニヤマ。リーチだ、リーチ。いや、これさ、チートイのさ、マチさ、一番右に置いてるときさ、緊張せえへん。置いてる人見たら、私いつも緊張すんねん。こかすから。そう。こかさへん。いや、わかる。真ん中にしたらいいの？いや、真ん中にしたら絶対こかせへんやん。これこかすかもしれへんやん。チートイツのコツは真ん中に上がりへん持ってる。そう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 。なんか真ん中に動かしたらテンパや、はい、これいいじゃんってやねんけど。あーちょっともう嫌やねん。誰、ロシアンルーレットでこれでもなあ、誰も止まれへんやろ。いや、そんなん言ってだからこの G1 ってちょっと切りづらい。打て。あー、G1 止まった。やっぱりもうリーチしときなさいよ。もう感情にちょっと意識しましたね今。いや、さっきトップ取ったからね、もうね、ちょっとね、うん、もうちょっと防御、まあいいと思いますよ。丁寧やねん、やっぱり、うん、やっぱり最強戦がある。丁寧やねんな。稲岡プロは何短期でリーチですか。急走短期でリーチ。もういや、何短期リーチはあるかもしれない。いやでも何短期いや何短期リーチか急走短期闇天続行かな。あ、急走良さそうやん。だって急走良さそうなんですよね。ていうかもう感情さんからはもうダダ漏れやんか、急走。これはダダ漏れっすね。それを思ったらやっぱり漫画にしたくないね。私この世で2番目ぐらい好きやのに、チートイドラドラ。あ、1番をちなみに聞いておきましょうか。いや、ちょっと なんか1番がおるかもしれんから2番って言っただけやね。何やろうな、2番って言っとくわ。一応1番ありそうやから。いやー、すごいな。いや、みんなやめるやん。いやみんなやめるやん。彼女さん何にもテンパってない。そんな、いや、これイカスイ顔してんのかな。それ感情に気配が出てるんかな。ですよね。なんか横山さんではないやろ。だってこの捨て早で横山さんやる気ないやん。すそうそうそう、9万9万 EPB やで。それは一応でも余ってないしな、はっきり言って。そうなんだよね。でチュンも別に合わせて打ってるチュンやから。すごい、これなんかこれ1回戦目と違いなんか2回戦目突然ケアしました、ね、そうやんな。みんなどうしたん、なんか急に小沢プロもドラの3ピン切ってオイリーとかしてたのに、そう突然ほらテンパラ、これテンパラテンパラんやん。これ皆さんノーテンですか。ちょっと一応安心しんなやつ着んの。まあでもそのあのウーピンの時に別に E ピン持ってもよかったし、あ、その E マン打ってね。そうですね、テンパイ量だけ取りに行くとかは。あ、すごいな全員の点。はい、もうトンプってそんなん結構あんのこれ。脳天よう分からへんねん。ない、あんまりないよな。ないかな。
言い切りましたね、ない。なかなか珍しい言い切りでしたね。すごいわ、なんか。はい。全員の点で流曲。流曲は結構あるけども、うん、やっぱり、天杯は誰かは入れてるね、すごい。面前、全員面前での脳天は。そう、なんか誰か仕掛け入りそうやもんね。何これ、泣かないルールでも、なんか作ってるもしかして。ねえ、協定作ったもんね。なるほど。でかかったから、さっきから。うんトーン2曲今5曲して、ね、風浪がした数がトーネプロだけ嘘やよすごい全然泣けへんやんなるほどじゃあドラはペイですじゃあ音羽の分まで俺泣いてこよいやほんだって次のメンバーはさ高田さんはちょっとどう泣くあんましなくわかんないわかるやろそれは泣く泣くん好きそんなん好き好きじゃないよね多分ねじゃあもう泣かないですね多分イメージは泣くん好きじゃないかなと思ってたんですけどまあ、わっと、また。わっ、感情。なんなん？ちょっと私の感情。持ってるんすかね？持ってる持ってる。すごいな。持ってる持ってる、それ持ってるよ。昔から言うその積んでるエンジンが違うってやつですかね。なに、なんて、なんて、なんて、わかれへん。積んでるエンジンが。積んでるエンジンあんまり良さそうではないけどな。そうではないです。そんな言わんといてあげて。頑張ってんねんから。ものすぐスピード出そうけど燃費悪そうですね。いや、そんな言わんといてあげて。本当や、さっきも燃費切れて何も引かんだやもん、マンズ。マンズな、あんだけいい形やったのに。本当に。ハクもなかったし何山やったんちゃうあれはぁーうわぁサブ同級総数総もうやばいやばいやばいサブ同級総数総数もシャンテンもう呪文みたいやんえサブ同級総が入ったらサブ同級総でね級総が入ったらサブ同総数総数が入ったらシャンポンやばいやばいちょっとはい何を引く、はい、何引く、はい、これもエンジンこれで燃費もないからもうこれで切れたからもう何も引かへんもう何も引けへんのもうあれ飛んでくるも何あれ横山さん横山さんもちょっとあでもまあまあ満足きらんわな音ははいあドラ引いたら話別やねんなまあドラでも捨てる前捨てる前って捨てるよなそれは結構ヘッド固定とかするタイプかな誰誰誰ヘッドトーネプロねトーネちゃんは結構ねあ、重ねたちょっと待ってシャーチャーやった何何何いやじゃあペーチャーやったらどうしようかなと思ってちょっと待ってはいちょっと待って音波はシャーチャーやったペーが統一になったけど、シャージャーやった。カンジプロこのペー切らないんですかね、やっぱり。切るやろ。切るやろ。貼ったら切りますかね。テンパれば切るやろ。テンパらんかったら切らんと思うね。自分も高くなるから一応。今振り返れるし、ペーちゃえし。でもまあ。振り返れる、そうやね。もうガソリン切れてるか何も使えんから。もうそう、言わんといてや。いや、引くやろ、そりゃ。大丈夫やって。あ、ちゃちゃちゃ、こう、来た来た。テンパやろテンパ。とりあえずテンパやろ。パンパンパンはないない。え、生、ないアンコラだけやろ一枚あるん違う一枚あるけどもないないないに等しいおこれで完全インシャテントーネプロないに等しいよやめてよ来たでも来た来たちょっと待って1300点の手やからしょうもない全然来てないやんめっちゃ他全部ピンズやからなんかすげえいい感じするけどただの1300やったこれでスチーピンに変えるいやいや変えないフリテンもちろんヘッド固定してるんでねあこれあーほーこれはおまあでもあかんかんかんって言うよまだ言わないかんって言うよかん言わないよかんますまだ言わへんと思うまだ言わないえでもかんって言ってもよくないあかん俺かんって言う僕はかん言うタイプやろいやあんた何でも言うからもうかんって言うやろ何でも言うて何ですかかんでもポンでもチリでもリーチでも何でも言うやろ横山さんがこのままずっとじれて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 で最後の最後にパーマン感じてあっちゃんみたいな顔抜かれてほしいスイッチある人あそれはいらんねんそうね、もうね、年だから燃費切れてるかも止まってるんだから横山さん、ちょ感された時の顔めっちゃ見たないあっちゃんみたいな顔するのかなさすがやっぱりおとはそれチリ点取られるわあ、取らずいやもうやっぱりかっこだけじゃなくてもうよろしいなん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 てサブローキュでしょうかいやもう燃費の悪さなんですかっこつくだ、あここで本日に渡るちょっと待ってみんな脳ってあるんじゃんまたこれまたこれありますねあこれ音羽プロもこれうま切れないいやこれカンちゃんさすがに一旦カンちゃんいやこれはもう急あうわ一人いけいけちょっと待ってもう私むちゃくちゃおもろいねんけどこれちょっとはいはいテンパラテンパラいやあんだけウッパーマン持たれとったらテンパラんでこれちょっと待ってペあるん横山さんこれ寝る方になるかもしれへんテンパるもんあ、ちょっと待ってカンヤこれこれこそカンちゃんカンやろカンさん顔はいやもうテンパイ外してるからもうそんなもんあ、そうかむしろ良かったぐらいまでなかったんやみたいな音は引いてまえ
違う。横山さんはちょっと面白い顔見て、スーソウソのシャンポン。スーソウソのシャンポン。あかん。おとおと。あ、ちょっと待って、シンドラ E ピン。あ、これローマンチーマンか、さすがにな。ローマンチーマンでしょ。これはローマンチーマンです。ローマンチーマンです。バーマンアンガンされたから。はい、ローマンチーマンです。めっちゃ言うやん、ローマンチーマン。もう、あ、ちい。あ、やばい、やばい。ダマ。カンディアンピンゼロ。いや、ゼロな。あ、ゼロです。ほんで、必須ピンで音はがテンパイです、ね。それも、何がすごいかって、これ、リャンピン切らんと、音はん強気のこのウーピンギリは当たるこれ、リャンピン切っとったら刺さっとるか。刺さってる、刺さってる。なぜか刺さらん、なぜか刺さらんやつ。天才やん、音は。天才やん。天才やん。天才。しかも、リャンピンの方が通りそうやのに。ウーピン。天才やん、切る。え？あ、上がれへんやつ。上がれへんやつか。やがられへんね。いやー、横山さん、これで。おーい。これ、当てる。流局。あ、ちょ、ローンちゃん。そう、そう、宝珠なんですよ、これ。うわ、最悪。横山さんやな。最悪で、井上プロ。私は、あなたのチームが頑張りました、今。トン、メンホン、ハイテ、マンガン。マンガン。8000点。何ですか、ちょ、かっこいい。8000は8300の上がり感情。かっこいいやん。めっちゃおもろいけど。サブキューソンに中んとあの街で上がりきる。いやもうリャンピンすごいなウーピン。いやまあまあいいかウーピン。まあでも上がられへんねんもんな。そうやね。上がった。ハのやつイースーピンな。すごいな。あれはすごかったですね。神回避してる。すごい神回避してる。横山さんに発せる。いいよいいよ。だってペーポン横山さんからやもんな。横山さんペーポン。すごいやん。テンパってるかもちろん降りることなしやし。めちゃくちゃおもろいな。ネタなボタで神業さんが上がるっていう。いいとこだけやねんかやっぱり。すごい。やめてよ。高田プロ応援をって言ってるで横山さんの応援。はい。ちゃん。はい。頑張ってほしい。こごえ。お父さん応援する娘さんみたいな。いやほんまやでも今から応援やで応援してや。ゆうさんチームラスラスってきたちょっとやばいよね。いやそうやで、ね、きついでそうやで、ね。半分終わったからな今。最終ハンちゃんミルさん打たなあかんねやで。そう。ポンプじゃん。じゃあハンちゃんやから。こんな温泉を。そう。さあトン三曲。親は横山、ドラはスビンです。ちょっと手入りすぎじゃないですか、感情。感情さん結構入ってるな。なんなん、ちょっとおもろいな。トンネプロちょっとあれですね、一回トップ取ったからもういいかなっていう感じできますね。あーまあなー、まあ、ちょっとね、おとなしめに。頑張れ、トンネちゃん。そうや、強欲に行こう。いやいや、そこはもうやっぱペアマッチやからってジョーさんにも頑張ってもらわない。あ、なるほど、ジョーさんにもいいとこ見せてほしいと。私はもうこれぐらいでいいと。私もちぎっちょった、ちょっとジョーさんのではないでしょ、ね、って。いやいや、もう精一杯頑張りますよ。なるほど、ね、ないでしょそういうことね。いや、ここも結構いいし、まあ、でも全然あ、これいい、これいいないいよな、いいとこ引いてるな。なんかリアンシャンってやけど、いいな。なんかもうここはもうゴツゴツやな。ここはちょっとしんどいけど、なんちゃウーピン、ウーピン切れ、ウーピン、ウーピン先切りやもん。何何？くっつかない。そんなん無理やろ。スーピンがドラでさ、こんなん音羽さんの手でウーピン。もう先天でいいんですよ。あ、でもまあ何聞いてるからね。そうそう、先天でいいの、先天でも。さあ、横山さんは山泣きました。さすが、泣きましたね。3万ポンですね。タンヤオのイシャンテンかな。ウーピンや。もうウーピン切れ、ウーピンよ、ウーピンを切るんだ。これまた音は E1 貫通かどうか。タンヤオ、赤ドラムでしょ。え？あ、これもうどっかでローピン切り。ローピン切るやん。うん、何をどうしたん？ローピン切るやろ。あ、チーやん。はい。で、テンパイです。チーは。タンヤオ赤いチー。で、横山さんのチームは。タンヤオ赤いチーって言ったらさ。タンヤオ赤ドラ。タンヤオ赤ドラって言わない。だから、そうそう。もう切る、切るタイミングよ。危ないから。これ危ない。危な、危な。はい、ありがとうございます。トーデの上がり、タンヤ赤ドラ。千二千ですね。千二千。ちょっと積んでない人違うな、今日。誰？トーデが？トーデが？感情が。トーデと感情が？ちょっと違いすぎやんか。違いやんか。さあ、オーラスです。トン四曲、親は音派ですね。頑張れ、天保。天保。天皇なんか、え、ちなみに天皇上がったことあります？3人打ちなら。おー、すごい。地方やったら4人打ちありますけどね。すごい。え、ないんですか、井の心。全然ない。天皇の手もないし、地方の地もないな。あ、地方の地はあるか。それはそれはあるか。なんかで手もないしてる。それはあるかもしれない。それは、まあ、それはちょっと言い過ぎた。ドラはキューピンです。それは言い過ぎたわ、ごめん。ポンコツ出したわ。
どう？さあどう？どうと言われてもね、音波がちょっと若干軽いかな。うわ、キューピアンコ少々応援しや、応援チャンスで横山さんキューピアンコやで。横山さん頑張ってください。聞こえたみんな。精一杯ですこれが。トネ一品、うん。トネはちょっとタンヤオチックに多分進めるはずで。これあちゃちゃちゃペア。ペイちゃん、ペイちゃん、あ、ペイちゃんか、ペイちゃんか、ペイちゃんです。え、マンガン積もったら2着やろ。2着まで飲みますね。なあ、もうそれだけでも、はい、もう嬉しいぐらいやんな。感情のペイがいつ出るか。やっぱリーチあるな。リーチもありますね。まああるわな。リーチあるわな。細かく3000、6000もある。いやーこれリーチ、カンジさん散々僕こんなこと言っとって全然ドタキなんだ、どうしよう。これカンジョさん、ペイロンのパターンあるから早く切ってほしいねんけどな。あ、うわ、あリーチや、これはリーチ、さすがリーチや、終わった、はいリーチ、頑張れ、つぼれ、かわいい応援。音波ラスなてまう、ラスある、あ、ラスある、あるな、全然ラスもありますね、向上したラス、横山のリーチ、イースマン町リーチ、ドラスさん、これでオトナプロもいいじゃん。感情から出た場合だけは横着順が変わらず、うん、トーネのトップかな。そうですね。ちょっとイースーマンめっちゃあるで多分。あ、ポロリ。何ポロリしたの？三万ポロリでしたね。けどまあもう危ない。あ、そんなん3万ポロリしといて3万切るとかそういうのやめて、いやいやいや、まあ、そんなんやってないわ。やばい、数万めっちゃあんねんけど、 めちゃめちゃある。イーマンがさ、イーマン全山やん。いや1枚切れてるだから、1枚切れてるだからなんで買ったことないでしょうね。私が悪いですよ、私が悪いから三山と数万が2枚かな使われてる。超やらしい。今のはちょっと。で別にちゃうからな、上がり牌と。迷う、なんか一枚った。あ、なおちゃんが困ってる。まあでも当然これ降りても手が入るからな。多分回っても手入ってても、うん、つもなんとってくださいお願いします。オートハオセもドラキトゲもドラキとか絶対無理やろ。それはチーマンから行くしかねえ。もうチーマンからしか行くんですけど、ああチーマンは切らない。そう、イーマン切るってことないの。イーマンは、あ、違う、間違えた、スーマンか、スーマン、スチーマンでさ、スーマンとチーマンやってさ、スーマン、そう、あ、じゃあイーマン通ってないんか。イーマン通ってない。でも3万でいいよ、3万でいいです。ああ、はい、トネ勝負しとけよ。若いものは勝負しやなかん。何を32歳言うとんねん。若いもんは勝負してなんか、よし、カンパーピン追いついてまえ。あかんかん、追いついてまえ、追いついてまえ、そんなん教えたらあかん、追いついてまえよ。いやまだ入るやん、まだ入るか、もういけいけって言うやん。カンパーピンです、カンパーピン、おとはカンパーピン引け、どうや、違う、あ、危ない。マジで、あ、やめた、なんでやめんの、もうあかんの。いや、感情さ、やめてええやん、だって男の子ちゃんな。嘘、いや無理やろ。じゃあ横山さんも引いてください、一回もう。え、ちょっと待って、ちょっと待って、切るわいないって、ちょっと待って、ちょっとストップストップ、切るわいないって。数万、いや数万はないわ、トネ数万や、急走、はい、急走、頼む、トネ数万や、まあ、唯一急走は多分打ちやすい、そのいや、やばいね、カンパピン引け、あらー、何それ、もう無理、切ろうよ、キューピン、キューピン切れる、ローマンチーマン切れるから大丈夫。ローマン中筋のチーマン現物やから、うん、まずチーマンからなあ。あかんって、ちょっと誰もイーマン吸収してくれへん。ちょ、イーシャンテンになったやん。もう9万前夜までいいですか。もうやめてな、イーマンか、イーマンかんで。イーマン全部ワンパイに折れ。あかん、あかん、これあかんやつやな。終わったやつだから、キューピン切っとけって、そのにもっと早くキューピン切ってってことでしょ。いや、でも初めに切っとったらちゃうもんな。そうまあ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 、ああいう持ち方になってる。でもそれはな、やっぱりな、これリャンペッコもある。あ、もうお願いします、じゃあもう積もってください、もういいです、ラストでもいいです、もう積もってください、やめて、やめてっていうか、やめんでいいんだけど。じゃあやめんでいいね、積もっていいんだけど。それかも、いや、流局したら一番いいやん。奇跡の数万引いてください。ちょ、もうやめてな、ほんま。大丈夫やから。数万ないな。数万ないの？数万がなくなりましたね。ああ、奇跡の数万引きもない。もう一回1万お返りして。絶対せえへんね、これ。これ、だけど、切りづらいな、全部。あ、数万はあかん。やばい。数万って言った、今。数万だけは。どうね、数万やん。数万だけは。やったー。数万だけは。
ああリーチドラさんやね。なんと田中谷ちゃん。リーチドラさん。あ、けどまあしゃあないっすわ。横山着るもんがなかったっす。そう着るもんはなかったね。遠根さんの手は3万の枚数とか数えたらそうでしょうね。急走、のとこからもうちょっとあれやったから、ね、うん、リーチドラさんで8000点の上がりですね。横山、はい、でなんとこれでトップが環状、環状プロ2着音羽プロですね。3着が横山プロ今現在で、4着がトーネプロですね。はい、なんかトーネプロはあの1回トップ取ってるんで。そうやねんな。大丈夫です。なんとあのイーマンがもう全部ワンパイでもいいんですけど、あのイーマンね、あこっち帰ってきたかな。まだ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 、うん、まだ、いや画面帰ってきてる。あ画面は帰ってきてます。画面は帰ってきてます、もちろん。はい、すごいよ。なんかあでも多分まあ環状さんがいいやろな、2着1着やから。そうですね、環状プロが一番いいです。東江さん14やし、はい、2334、あ横山さんとこ43やからしんどい。ちょっと今のところはじゃあもうこれは2番手が結構ね勝負の分かれ目ですよね。これね後ろにね出てますね、対戦表ですね。はい、対戦表出ております。今1セット目トンプー戦2回1セット終了しまして、次2セット目を今映ってるこの4人で戦うことになります。トンプー2セットしますね。はい、ということでこれは横山さん一旦もうこのまま CM ですか。一旦 CM ですね。はい、わかりました、はい、じゃあね対局の準備がございますので一旦 CM をご覧になってお待ちください。はい。